武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年岩手大学の理系数学の勉強方法について話していきたいと思います。岩手大学の理系数学、試験時間は120分間で、配点は300点満点の試験になります。大問構成は全部で5題出題されています。岩手大学の理系数学5題中3題が数3からの出題、2題が数学 1A、2B からの出題となっていて、半数以上の問題が数3からの出題となっています。なので、センター対策が終わった受験生の方は、時間がない場合、数3の範囲を優先して対策していくこともお勧めします。問題のレベルとしては比較的、国公立大学の中でも優しめの問題が多いです。ある程度標準レベルの数学の力を持っている方であれば、問題を見た瞬間に回答の方針が思いつくようなレベル設定になっています。なので、しっかり基礎から順番に数学の勉強していくことが、岩手大学の理系数学で合格点を取る最短ルートとなります。具体的な対策方法としては、基礎問題成功 1A、2B、3をじっくり取り組んで、基礎のレベルを徹底的に仕上げていってください。その後センター対策を行い、最終的には国公立標準問題集キャンパスの数学 1A、2B、数学3のレベルまで取り組んでおくようにしましょう。キャンパスは国公立大学の過去問を集めた問題集になっています。なので国公立大学の傾向に合わせたいい問題が揃っている参考書になりますので、キャンパスを丁寧に取り組み、キャンパスの問題が十分解ききれる力がつけば、岩手大学の理系数学でも十分合格点が狙えます。最後は過去問演習の中で、問題文を読んで、その問題文から式を作るという練習をしていってください。岩手大学の場合は、計算が複雑というよりは、その問題文を読んで、そこから式を作れるかどうかが非常に大きなポイントとなってきます。それができるように、問題文の読み取りを正確に行っていきましょう。そういった力を過去問演習で伸ばしていってください。今回は以上です。